起点である、水軍線袋台駅、生瀬街道踏切で、水軍線を渡る滝川に架か,かる4度の、橋沿線風景終点付近にある袋田の、滝茨城県道324号袋田停車場4度の、滝線は、茨城県久慈郡第五町を通る県道で、東日本旅客鉄道水軍線袋台駅から4度の、滝までを結んでいる。1959年10月14日、 新たな県道として、九時郡第五町大和座袋田の袋田停車場を起点とし、九時郡第五町和座、滝本の四度の滝を終点とする区間を本路線とする県道袋田停車場四度の滝線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号324となり、現在に至る。福音、曲線半径。 郊外その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ABC 道路の区域決定茨城県法、公害10月14日よりハット ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、茨城県法第、第776号昭和9年8月28日、茨城県国時第498号より、 県道路線認定茨城県法、号外10月14日より県道の路線名、及び整理番号の変更茨城県法、第637号3月30日より、ありがとうございます。